ヤクミツルの秘宝館へようこそ。昨年はね、随分と大勢の方のね、こう訃報が伝えられまして、もうどんどん昭和が遠くなっていく、嫌なこったと暗淡たる気分になっておるわけですが、令和4年となってからも早々に今年になって訃報が入ってまいりましたのが、海部俊樹元総理でございましたね。抑えてありましたね。まあ、海部さん総理大臣になったのは平成になってからでしたけど、ね、平成の頭でしたけれども、はい、当時まあちょくちょくニュースショー的なものにも呼んでいただいてて、政治家の方たちもまあよくお会いしていたので、党派の別なく全て支持者であるかのような顔をしてサインをいただいてました。この政治家サインというのがですね、これ意外に私持ってるんでございますね。いつの間にこんなに集めたのかというぐらい持ってるわけですね。まあ、政治家となれば当然ですね。サイン、小泉純一郎のサイン。これは直接お会いしたわけではなくて、林真理子さんに頼みました。林真理子さんの対談の席に呼ばれまして、そこで林さんのサインをいただいたんですね。こうやって表紙にサインをいただいているんです。だから、あら、今度、小泉さんとご飯食べるから、頼んであげるわよ。何ですか？つって、雑誌をお送りしましてね。出た！抑えてるね。走流。さすがでございますね。すごい正解。金色ですね、金色。内閣総理大臣が橋本龍太郎。これはなかなか。本当ね、橋本龍太郎さんはあのヘビースモーカーだったんで、タバコの吸い殻を狙ったんですけど、吸い殻はあげられないけど、代わりに飴玉をあげると言って、いくつかくれましたね。出た。安倍晋三と。安倍さんとは、フジテレビのニュースの特別番組的なのがあって、そこに安倍総理お見えになりまして、サインをもうまさに帰り際にダーッとひなで出していただいたんですけど、ヤクさんは厳しいからなというふうにですね言っていただきました。まあしょっちゅうネタにしてたわけですね、はいはい、好き勝手書いておりましたので、あ、でもご覧いただいているということなんだ。軽いジャブにも、ね、感激をしたのを覚えています。安倍総理持ってるな。総理大臣まだいますね。出た。菅直人さんですね。東日本大震災の時のね、総理で思わぬことで失政をしてしまうというね、まあちょっと気の毒な面もありましたけれどもね。これ裏は幸男ちゃんなんですけど、幸男ちゃんまだねもらってないんですよね。会いたいですね、幸男ちゃんね。すごい雑誌ですね。アスキー、民主党大躍進パーティー。招待されましたね、なんか遠い昔のような気がいたしますね。今も散々なことになっておりますけどね、これはいつもらってんだろうな。もう亡くなりました畑さんですね。畑勤さん、もうごく短い在任でございましたけどね。畑総理、総理大臣にはならませんでしたが、鳩山邦夫先生、富山邦夫先生は蝶々の飼育、そして標本作りではもうその世界の方が正解より有名だった、はい、我々の間ではね、はい、広いお屋敷でね、大裏銀標本という滅多なことでは取れない蝶々を大量に飼育してダーッとこう標本にしたりしましてね、そちらの方がお忙しかったんじゃないかという。渋い野田首相。これは、最後の。サインって感じよりも結構普通のご署名でしたね。地味でしたけども、堅実な総理でございましたね。野田さんとはですね、ひょんなことでお会いしまして、私の早稲田の漫画研究会の同級生がですね、高校の頃、この野田さんと同級生だったんです。その彼は新聞の店舗を経営してましてね、その100周年かなんかでパーティーがございました。私も呼んでいただきましたら、同級生の野田くんも来てました。同じテーブルに
かけさせていただきました。見てますよクイズとかって言ってくださいましたね。はい、そんな雑誌どこから見つけてるのか、新聞。新聞ダイジェストというのはこれは今でも有名なんですけどね。はい。その時々の時事で目立った方を表紙にしますんで、はい、我々の世界で、我々じゃない、私の間では、表紙雑誌として、だからこそ、あ、本当だ。これ、実はこのサインは、この、武部幹事長ですね。こっちですね。もうピンでは表紙にならない。なんか選挙で大勝利を収めたんでしょう。はいはい、小泉政権下では大きく議席を伸ばしましたんでね。はいはい、その武部さんにサインをいただくというのもあった、ワンチャンを逃しませんね。女剣劇の浅香光代先生が食事会を開いてくれました。そこに浅香先生と私ども夫婦と武部さんという、不思議な、今から考えると何だったんだろう、あのよっぽどなんか議員に誘われるのかなとかって、なんか立候補とか誘われるんじゃねえかとか、全然そんなと普通の食事会でした、うん、何だったんだろうあれは。まだございます、ね、すごい、あ、これも小泉さんのサインでございません。こちらにですね、塩 G ですね、塩川正十郎先生のサイン、はい、抑えてるな、渡辺幸三先生、はい、福島訛りも懐かしい、懐かしいでしたね。荒くれ者、浜田光一先生。浜田光一先生だけやっぱちょっと違いますね。スパですか、ね、また暴れん坊。胸をまがち。鈴木宗男先生は、大相撲の八角部屋の講演会長されていますもんね。そちらにはよくお見えになります。はい、まだまだ続こうも。小沢一郎先生。小沢先生は、この今収録をしてます、この家から、割に近所でございますね。あ、そうなんですか。でかい家ですね。どうやってあれだけの資材を溜め込んだんだろうかというぐらいの、でかい家がございますけれども。おう！そして、党派を超え、なんと、ふわ鉄造。これはなかなかもらいにくいと思いますよ。まだ C さんのはもらってないんですけどね。ああ、そうなんですね。普通ももらえそうな気がするんですけど。うん。和鉄造のサインから小泉純一郎まで。右から左から。出た。あ、そう考えてるな。あ、蓮舫さんですね。あ、政治家になる前かな、これは、ね。あ、なる前にもらってらっしゃる。はい。そういえば、今日持ってくるの忘れた山本太郎もあるはずだな。はい。俳優さんの頃のね。ははそして、政治家になる前、極めつけ。原淳子先生、エロ雑誌。創刊号なんですね。創刊号でございます。すごいね。このヤンキーな感じ。この三原先生が今やね。自民党の、まあ、重鎮とまではいかないけれども、切り込み隊長になっているという。誰がどうなるかわからんもんですね。ドエロ雑誌ですからね、写真時代ってね。あ、そうなんですね。そうでございます。まあ、このサインをいただいた頃は、はい、もうすでに政治家になってからでしたけどね。ああ、そうなんですか。よくまあ、これはひょっとすると断られるかもしれんぞと思いながら出しましたけども。ええ、ちゃんとサインをください、笑ってサインしてくださいましたね。ああ、そうですね。まあ、これもやはり三原淳子と。本人なわけですからね。というわけで今回は、海部元総理を忍びましてね、実は政治家表紙コレクションもなかなかのものだというところをお見せをいたしました。せ不思議なことにトイレットペーパーというのはタバコの銘柄がしばしば見られるんですね。今後も一つ私が表紙を出した時にはその思想心情に関わりなく、心よくサインをくださるとありがたいな。海部さんと純ちゃんでお別れいたします。薬味鶴でございました。また一つ登録の方よろしくお願いいたします。